昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話はそれだけなんだよ。八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎一味の死体だけ。港にあった荷物もそのままさ。なんだよそりゃ。一味は仲違いで殺し合って自滅したってのか？町一つ襲っておいて。まあなあ、八五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話だ。他に面白いことと言ったら、まああれかね、後に港町のありさまを見聞した役人はこんなことを殿様に知らせたらしい。ことはすべて一人の妙手の技によるもの。町の入り口から出口まで、たまさか立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう、群がる山賊ども84人、ことごとく切り伏せて候。そいつい作り話にしてもやりすぎだ。藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんかい。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無双の武蔵何がしってな。あれ、待てよじいさん、八五郎一味は死んだんだよな。ならガキはどうなったんだ？一人だけ生きてたんだろ？それがな、
なかったんだよ。子供の死体が一人分。死んではいないが、生きてもいない。弥五郎たちと一緒に、その子供も、この世からいなくなっちまったのさ。何のよしあって俺を狙う。水の型で沈め。
避けられない。沈め、消し、耐えてみよ。機は熟した。置き放とう。鬼ごとはしまいだ。これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説、烈士足らんと志す者である。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。
カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。もちろん兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて。食べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いや、まあそのなんだ、言い訳無用。あたしにはすぐわかるんだから。ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って、結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もう忘れた？自分を追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見誤った。ふーん、兄ちゃん、一言もない。本当にしょうがないんだから。ほらこれ。こんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。まあいつも悪いな。できた妹がいて兄は鼻高々だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さ、お前は小笠原の家に帰れ。俺もすぐに出る。はーい。兄ちゃん気をつけて頑張ってね。あ、お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？なあ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ伊織さん。
かの新面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた、立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だが、はした金というならお前、もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん。奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。手はず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なんだ貴様、面倒だ、消せ。鋭き水の流れのごとく、死の方愚かですね。決める。朝持ち、そうか、貴様も選ばれたのか。あざ、何のことだ。決める。よし、叩ける。押し切る。手段を選んではおれ。総出でかかれ。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかったぞ。いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、では銭をいただこう。おおい、あんた、その手はどうしたよ。左手の甲だ。ずいぶんあざじゃねえか。あざか。あざ、確か先刻の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうたは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲受けた覚えはない。放っておくさ。痛みはないし、医者に見せる金もない。なあ、そうかい。そんじゃ、これが今日の分だ。
明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞかや。しかしありがたい。このあざ、痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ。光玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我がなぎの日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月がまぶしいな。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ、私はセイバーのようだな。セイバー？いとまがない。まずは離れる。呼び人よ、君の名は何だ？イオリ、宮本イオリだ。ではイオリ、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか。司祭を。気安いな。呼び捨てられる覚えはないぞ。名乗ったのはそちらだ。いや、話をするいとまはないか。行くぞ。逃がさぬ。君、剣以外の用はないの？なくはないの。
行くぞ、ヨリ。これはどうだ。押し切る。おお、炎とは本職ではないがな。まじない、妖術の類いか。威力はないが出が早い。うん、剣のみよりいくらかマシだ。鋭き水の流れのごとく。し、灰は灰、塵は塵。すべてを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、何ぞか。一晩のうちに二鬼と相まみえるとは幸先が良い。命が惜しくば下がれ、より。私がやる。少し彼らを見たい、ライダー。刮目せよ。
機は熟した。収める気はないか。ならば俺はホーグ。何か起きた？引きましょう、マスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー宮本伊織、マスターの一人として。今承知。伊織殿、逃げるか、おのれ。